まるでイチカと双子みたいね。イチカと双葉は双子だから、このお花の葉っぱみたいに一つのところから二人生まれたの。一つのところから？よくわかんない。そうよね、まだ難しいわよね。いつかわかるようになるから、お母さんのお話を覚えておいてね。一つの果物って書いて一果。その一つの果物の種から芽生えた葉っぱが二つの葉っぱだから双葉。一つのところから生まれたのがあなたたち二人。この二つの葉っぱを支える一つの茎みたいに、お互いに支え合って一緒に大きくなりなさいね。お互いに足りない部分を補い合って、助け合って、二人で一緒に大きくなりなさい。いちか、まだ産まない？双葉お腹すいた。ごめんなさいね、もう終わるわ。はい、これでおしまい。ありがとう、いちか、大好き。じゃあ次はご飯、ご飯、ご飯、あったご飯。
いちかありがとう。大好き。遅いから先に食べてたよ。飲み物ぐらい自分で準備なさい。はい、どうぞ。野菜ジュースやだ。ホットミルクがいい。お砂糖たくさんの、甘いの。はいはい、ちょっと待って。私には双葉が飲む甘いのが無理だわ。はい、ホットミルク。お砂糖じゃなくて蜂蜜入れたわよ。はーい、蜂蜜入り双葉大好き。そう、よかった。あ、双葉、パンくずいっぱいこぼしてる。それにほっぺにいちごジャムついてるわよ。どこ？ほら、そこ、右のほっぺ。わかんないから、いちか取って。まったく、仕方がないわね。取っただけだから、後できちんと洗いなさ。ほら、指舐めちゃダメっていつも言ってるでしょ。お行儀が悪い。だっていちごジャム甘くて美味しいからもったいないなと思って。あら、ほっぺに食べさせないで最初からきちんとお口に入れなさいね。双葉、落ち着いて歩かないと転んじゃうわよ。大丈夫だよ。そんなこと言って、この前転んだのは誰だったかしら。じゃあ転ばないようにいちかの腕に捕まっとく。
それじゃあ、私も一緒に転んじゃうじゃないの。大丈夫だってば。いつも思うけど、あの二人すっごく仲良しだよね。双子で顔はそっくりなのに雰囲気は全く違うよね。いちかさんは成績優秀、クールでかっこいいし、双葉ちゃんはスポーツ万能の典型的妹タイプだし。ほんと、正反対に偏ってるわよね。パパ、廊下は走っちゃダメ。それにいきなり抱きついてきちゃ危ないっていつも言ってるでしょ。
びっくりしたね、びっくりした。急に耳を舐められて驚かない人がいますか？うーん、怒らないでよ。あ、そうだ、きっとね、いちかお腹が空いてるからイライラするんだよ。ふたばもお腹ペコペコだから早くお弁当食べよう。押さないで、ふたば、落ち着いて。ごはん。は双葉に甘いな。もう双葉ってば、仕方のない子ね。はいはい、鉄板鉄板。いちかちゃんってほんと双葉ちゃんが可愛くてしょうがないんだね。嫌いなものも少しは自分で食べなくちゃダメよ。その人参は1個なんだから頑張って。その代わり、その人参がきちんと食べられたら私のハンバーグをあげるから。本当に？頑張って。わかった。きちんと食べたよ、双葉偉い。
双葉ちゃんのドヤ顔。私たちはずっと一緒、そう約束したものね。私も双葉のことが大好きよ。部活頑張ったからお腹空いちゃった。ねえねえ、いちか、クレープ食べて帰ろう。だめ、晩ご飯出来上がってる時間でしょ。甘いものとご飯は別腹だよ。そんなこと言って、この前晩ご飯が入らなくなったのは誰だったかしら。それでもダメ。帰る時間が遅くなって怒られたこともあったでしょ。
いはい。どれがわからないの？これ。この公式、この前も教えたでしょ？そうだっけ？あとね、これもわかんない。双葉、自分で宿題やる気があるの？ない。全然できなかったら困るわよ。テストの時、私は双葉の近くにはいないんだから。それはそうだけど、わからないところは教えてあげるけど、双葉自身も少しは覚えるように頑張らなくちゃ。じゃあ頑張ったらいつかご褒美にチューしてくれる？でも、その宿題最後まできちんと終わらせられたら、一回だけしてあげてもいいわよ。気が不純よ。
ないの。当たり前のこと言っただけなのに。あ、ちょっとふたば、何を。双子なのに身長とかもちょっとだけイチカが高いだけなのに、なんで胸はイチカの方がワンサイズ大きいの。わからないわよそんなの。私は一体この気持ちをどうしたらいいのかしら。あなたたちまた一緒に寝てたの？うん、昨日ね、いちかに宿題を教えてもらってそのまま一緒に寝たよ。そう。早く準備なさいね。いちか、ふたば、少しお話があるから座りなさい。話って何？ふたば、少し前に一度話したけど、少
少しは自分で自分のことをちゃんとできるようになったの？それは今の双葉は朝起きるのも準備をするのも宿題も全部一花を頼ってるでしょ。家の中でこの調子ならクラスは違うけれど学校でも同じような感じなんでしょうね。双葉がこんな調子だから少しは双葉が自分でしっかりできるように一花もあんまり甘やかさないようにってずっと言ってきたでしょ。それで一花はどう思ってる？できてないと思う。そうよね。お母さんは自分のお姉さんと仲が悪かったからあなたたち二人が仲良しなのはとてもいいことだと思ってる。でもね、仲がいいことと依存することは違うのよ。依存？そう、双葉は今一花に何もかもべったりで自分でやろうという気がないでしょ。そんなことないよ。じゃあ自分一人でできることが何かある？部活の時は一花いないから一人だもん。それは運動が苦手な一花ができないだけで双葉がもともと得意なことでしょ。一花、双葉はお勉強が苦手みたいだから手伝ってあげてねって言っては来たけれど、お手伝いすることと甘やかすことは別問題。そうでしょ？はい。二人ともいくら仲のいい双子だからっていつまでもずっと一緒にいられるわけじゃないのよ。そんなことないもん。双葉と一花はずっと一緒だよ。双葉、今はずっと一緒かもしれないけど、これから先二人がもっと大人になったらいつかは別々の人生を歩んでいくんだから。一花は双葉のお世話ばかりしてないで、もっと自分自身のために時間を使いなさい。世話を焼くことが双葉のためにならないって一花には分かってるはずよね。はい。双葉は一花に頼ってばかりいないで、何でも自分でできるようになりなさい。どうして？足りないところを補い合って助け合って生きていきなさいって言ったのはお母さんだよ。そうは言ったけど、今の状況は双葉がただ一花にべったり寄りかかってるだけじゃない。怠けて自分では何にもできてない。双葉、いつかは一花も双葉のそばからいなくなっちゃうんだからね。そんなこと絶対にないもん。一花は双葉のそばからいなくなんてならないんだから。あ、こら双葉。ほんと、いつまでたっても子供なんだから。一花、さっきも言ったように双葉のためにならないから
これからは少し距離を置いてちょうだいね。うん、わかってるわ。そう、ならいいわ。葉から甘い匂いがするのは甘いものの取りすぎだと思うけどね。私が双葉を甘やかすことは双葉のためにはならないことなんだから。セーブします。足りない部分を補い合うのと依存し合うこととは違うのよ。いちか、あなたが双葉を甘やかすことは双葉のためにならないだけじゃなくて、あなた自身もダメにするのよ。告白？そんなことできるわけないってとっくの昔に気づいてるくせに。
一花は双葉のお世話ばかりしてないで、もっと自分自身のために時間を使いなさい。世話を焼くことが双葉のためにならないって一花には分かってるはずよね。いちか、双葉のことは放っておきなさい。でも遅刻しちゃうかもしれないし、双葉だって急にはできないでしょ。それでもいいの。遅刻して怒られた方が自分で起きなきゃって気持ちになるかもしれないでしょ。そうだけど、いちかが面倒見のいい子だったから、双葉のことを何でもいちかに任せてしまった。そんな私たちもいけなかったんだけどね。ほら、双葉のことはいいから、いちかは自分の準備をなさい。わかったわ。一緒じゃなかったの？うん。いちかと双葉が一緒じゃないなんて初めてじゃない？喧嘩でもしたの？そうじゃないわ。じゃあ何事？ちょっとね。よしよし。なんとなくかな。なんとなく。私とサキだって、いちかや双葉とは幼稚園からの腐れ縁だからね。いろんなことを察するもんさ。いつまで撫でてるつもり？ん？もうちょっと。双葉はさ、わかりやすい子だけど、いちかは分かりにくい子だから。どういうこと？感覚的なものかな。私の第六感がそう告げているのさ。何よそれ。まあそれは冗談として、なんとなくなんとなくいちかが悲しそうだったから撫でてるだけ。別に悲しいことなんてないわ。そう？ならいいけど。じゃあそろそろ撫でるのはやめてくれる？それはもうちょっとだけ。ユリ？なんていうか、いちかの頭双葉と一緒で撫で心地いいからさ、もうちょっとだけ撫でさせといてよ。撫で心地。何よそれ。
うん。何？何も。そろそろ先生来るだろうから、私も席に戻るよ。そう。スカート、イチカって結構色っぽい下着つけてるのね。お姉さんびっくりしちゃった。ちょっとじっくり見ないでよ。そこら辺も違うんだね。今日の朝、なんで起こしてくれなかったの？それは…学校にも先に行っちゃったし、なんで？ばかりでしょ。私のためにも双葉のためにも、私たちは少し距離を置かないといけないの。どうして仲良しじゃいけないの？そんなのおかしいよ。
仲良しじゃいけないなんて言ってないわ。でも、いちかは双葉のこと置いていったもん。双葉は私がいると頼りすぎるからダメなんだってお母さんは思っているの。だから、いちかの番。